はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。本日はこちら、人気のコンパクトハウス間取り考察第10弾、とうとう10弾まで来ましたね。平屋スタイル間取り考察第10弾ということで、建坪は11坪になります。11坪、これを平米にすると 36.3 平米と、マンションにお住まいの方は平米の方が分かりやすいですよね。それではじっくり見ていきたいと思います。行ってみましょう。S クラフトは九十九里海沿いに平屋スタイル20坪、このモデルハウスを展開しております。火曜水曜は定休日となっておりますが、10時から17時まで見ることが可能です。また週末であればナイター見学会も8時まで開催していますので、ぜひご来場ください。こちらの動画を通じてちょっとね、お礼を言わせてください。最近この YouTube チャンネルを見てモデルハウスにご来場してくださる方が非常に増えました。特に都内の方とかが多くてですね、この九十九里海沿い平屋モデルハウスはアクセスが抜群に良いところなので、ドライブがてらモデルハウスを見に来るという方も非常に増えております。ありがとうございます。それでは早速間取り考察いきましょう。この建坪11坪の平屋スタイルコンパクトハウス、一番の特徴はこのカバードポーチ屋根ですよね。ここの部分、このカバードポーチの屋根があるかないか、これねだいぶ変わります。実際このモデルハウスにももっとね大型のカバードポーチがついていまして、先日モデルハウスでイベントを行った際に大雨だったんですけども、ウッドデッキの上で焚き火を行いました。そこでご来場された方と一緒にねコーヒーを飲んだり焼きマシュマロを楽しんだり、そういった時間を過ごすことができたので、こちらのカバードポーチね、これはぜひつけた方が良いかと思います。早速間取りの方を見てみましょう。ではいつものように建物の奥行きですね。奥行きは 5.46、 約 5.5 メーターです。アメ車のフルサイズ SUV っていう感じですかね。キャデラックエスカレードとかリンカーンのナビゲーターとか、まあ車で例えるとその辺の奥行きサイズになります。間口ですね、間口、玄関がある間口面としては 6.8 メーターですね。 6.8 メーター、そして建坪が11坪となります。ウッドデッキの大きさは奥行きが 1.3 メーターとなっております。それでは間取りの方をじっくり見ていきましょう。いつものようにこのカバードポーチにあるウッドデッキを通って玄関に入ります。ここですね。玄関にはシューズクロークとしてこちらに収納棚を設けています。扉付きですね。玄関からそのまま入ってもらうとリビング、これで 11.4 畳、 LDK ですね、 LDK11.4 畳。キッチンの幅は 2.1 メーターに設定しました。また今回はですね、ここですね、これ洗面化粧台をリビングに持ってきています。では動線を見てみましょう。玄関を入りリビングを通ります。右手にはキッチンですね。その延長、扉を開けるとここに洗面脱衣室があります。洗面脱衣室の中に1畳のトイレを持ってきています。もちろん扉付きと。こちらにユニットバスですね。今回は 0.75 坪にしています。1坪ではないです。この洗面脱衣室では洗面化粧台がこちらに来ている代わりにここの部分が広くなっています。ここで洗濯物を室内干しできる干すクリーンを設置しているというのも特徴になります。ここで干して乾かしたものをそのままここの収納部分に折りたたんでしまえるような場所を設けました。どうしても建坪を小さくすると犠牲になってくるのが収納スペースなんですね。
今回も収納は結構少なめにはなっています。リビングからこちらの扉を開けると寝室6畳の中にこのクローゼットがついているという形になります。それでは立体化して見てみたいと思います。はい、こちらですね、真上から見ている様子です。ではいつものようにこちらから玄関を入ります。玄関ですね、玄関を入ると正面にこのようにシューズクロークがあります。玄関から扉なしでこちらのリビングに入っていただくと、ダイニングテーブルがあってここにカウンターがあります。そして奥にはキッチン、冷蔵庫と、扉を開けると洗面脱衣室がここに見えてくるという形ですね。そしてもう一つ扉を開けるとこちらにトイレと、そしてここがユニットバスですね。リビングから扉を開けて寝室に入ると6畳の寝室があります。クローゼット部分には扉なしとなっています。こちらリビングですね、リビングがあってこちらに玄関があると、ここにはシューズクロークがしっかりとあるといった形になります。リビングは 11.4 畳なんですけど、天井がね高くなっている分圧迫感などをなくしています。こちらキッチンですね、キッチンにはウォールキャビネットをなくして、反対側、キッチンの反対側にフロアキャビネットを設置しました。フロアキャビネットはカウンターとしても使えるようにこちらにチェアを2脚用意しています。またキッチンの延長線上にこのように脱衣室があります。脱衣室は入っていただくとしっかりとね収納できるように造作の棚をこのように作っています。そして右手に洗濯機が収まっているという形ですね。ここの扉を開けるとトイレがあります。トイレですね、はい。今回は11坪なので、今まで間取り考察している中では最小のもので10坪の間取り考察をしています。それよりはまあ大きいといった感じですね。寝室はこのような形になっています。まあ6畳ですからね。ではもう一度外観を見てみましょう。いつものような片流れのスタイルではなくて、今回はこのように切り妻にしました。これはこれでね非常に可愛いかなと思います。外壁の色を変更することでイメージもねかなり変わってきます。例えば外壁をブルーにすればこのような感じになりますよね。これはこれで非常にいいんじゃないかなと。グリーンにすればこのような感じにもなると、黄色にするんであればこのような形で変更することもできる。このように外壁によってイメージって本当に大きく変わります。ポップな形にしたいのかシックな形にしたいのか、室内のイメージと外壁のイメージ、これをリンクさせる必要は決してないんですね。実際この海沿いモデルハウスも外観は本当にアメリカンな感じ、海沿いに似合う感じにしていますが、中に入ると和のテイストをかなり盛り込んだ作りになっています。ということで今回はですね、平屋間取り考察第10弾ということで、コンパクトハウス11坪の間取りを考察してみました。この平屋間取り考察、まあ、10弾までやってきていますけど、結構見ている方が多くてですね、いろいろ質問もいただいたりしています。可能な限り答えられることは答えていきますので、どんどんコメントいただけると嬉しいです。